さあ戦闘配置よ。手加減なんて期待しないでちょうだい。はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、アズレンのダンケルク艦長ですね。まあこれがまあ最後になると思います。自分でフットは買ってないんで、うん、フットはね、フット編はないと思うので、まあ最後のアズレン艦長ですけど、まあそうですね、ダンケルクに関してなんですけど、うん、まあ基本的にね、ネルソンとフットと、まあ、似たようなね、スキル構成になっているんですね。まあ今回は一応その手法の装填時間が早くなる、特殊スキル、あ、再装填か、なんていうんだ、ん?砲弾の交換か、が早くなるスキル積んできたんですけど、うん、まあ、不意のね、駆逐艦との遭遇とかに、まあ、使えるかなと思います。で、まあ、そうですね、まあ、この艦長は、まあ、基本的にね、はい、燃えましたんで消火しますけど、まあ、おじさん版の艦長はね、基本的に速力が強化されるので、結構ね、そっちの基本特性が強いですよね。こっちは浸水がね、うん、浸水が、まあ浸水ダメージでしたっけ?が弱くなるという、低くなるということで、まあ基本的にね、まあ浸水はしないようにしないといけないんで、うん、まあ微妙ですけどね。まあただこの迷彩はね、すごいかっこいいなと、うん、思いますね。で、一気にもうどんどん、まあ、C に突撃していきましょうか。長戸とかいましたけど、まあ、味方もね、行くようなんで、ここはね、がっつり、うん、進行してっていいかなと思います。はい。で、いますね。戦闘機を発艦させたわ。まあ、ただこれ、精度がね、強化されるのは、うん、割とね、ダンケルク、精度悪いんで、強いと思いますけど、まあ、ただね、強化しても、まあ、そこまで良くなるわけではないというね、ことに注意が必要ですね。さあ、撃ちましょう。あーでもちょっとバック早いな。うん、今逃がしましたね。まあ強化しても、まあ、そこまでねビシッと飛んでいくわけではないので、過度なね期待はしない方がいいですね。で、まあ、今回は装填特化ではないので装填遅いですね。まあ普通に、まあ、それなりにはかかるので、まあそこまでね接近戦はしないように、まあこれぐらい最低ね、まあ、5、6キロは保たないとやられてしまいますから。はい、行きましたね。ありがとうございます。さあ、まあ魚雷は大丈夫そうで、まあ味方が外装撃沈と。で、まあ正面の煙幕の中にベルファストがいるんで、ここはね逃がすではないんでね、どんどん前進してベルファストを追い詰めていきましょう。まあ、ベルファストはね、何としても仕留めなければならないので、まあ、ここはね、どんどん前進していきましょう。で、長友横っ腹打ちますが、うん、かかんつうか。はい、で、味方の魚雷で OK ですね。いや、なかなかいい突撃で、うん、早速2隻倒せましたね。さあ、ここはまあ火災もらいましたけど、まあ、とりあえず消さずに、うん、まあ、前進していきましょうか。まあ、すぐ見えると思うんで、まあ、消火班ね、まだ4回もあるんで、ああ、修理班か、修理班4回もあるんで。はい、で、ベルファスト見えましたね。これでもう撃っていきましょう。うん、防火がありましたね。まあ、ベルファストはね、ほんと逃がすわけにいかないんで。まあ、ベルファスト基本的に乗る際はね、まあ、こうならないように、まあ、まあ、味方ね、2隻溶けてしまうとは、まあ、あんま思えないんで、まあ、基本的にあそこでね、退路確保するの難しいですけど。さあ、で、リロードが完了したら、ベルファスト撃ちましょう。まあ、この手法ならね、どこからでも貫通できるので、おー、いい。後ろからね、がっつり刺されましたね。まあ、一応エリア占領したいので、エリアから出ないようにして、ベルファストね、とどめ刺しに行きましょう。まあ、これで装填完了したら撃つと。はい、 OK ですね。これで、まあ、こちらサイドの3隻きれいに撃沈できましたね。さあ、見えたんで撃っていきましょう。まあ、遠距離射撃もね、割と、うん、まあ、散らばりはしますよね、やっぱり。これでもね、だから、
まあ所詮この程度なんで装填特化でもね全然いいかなと思いますけど、まあとにかくねここで、はい、まあ、中央でね敵が戦ってるのでここはね攻めに行きましょう。さあ、まあただグナイゼナウがいるんであんまりねグナイゼナウに近づきすぎると魚雷でやられてしまうので、おお、でもこれは結構でも状況によってはまとまって飛びますね。これは、はい、まあ仕留めきりませんでしたけどなかなかいいダメージ。まあグナイゼナウに接近しすぎないようにここでちょっと止まりつつ、味方のグナイゼナウが、さあエリザベスとどめ刺しに行きましょうか。これだけまとまって飛んでってくれればねいいですけど、あーでも仕留めきれない。これはまだ味方がやってくれそうかな。はい、味方がやってくれそうですね。じゃこれはグナイズナ打ちましょう。うん、まあ結構まとまって飛んでてくれるようになるんで、まあ聖丼もね強化もやっぱ燃やすい方針ありっちゃありですね。うん、戦艦同士の打ち合いだったら結構強いですね。まあただこのダンケルクね、ほんと主砲の貫通力がなんて言うんでしょう、高すぎて、うん、どんな艦にもね結構過貫通を起こしてしまうのがね気になるところですけど、まあ十分なね貫通力は一応あるということで、まあ、むしろねその弾道が低くて貫通力ありすぎるがゆえにね、まあ、過貫通を起こしやすいというのがまあちょっと難しいところですけど、はい、でもまあガッツリ削れてますね。まあ、格上ですがグナイゼナウも十分で、これはまあ味方が倒してくれるでしょう。まあ、これ鉄鋼旋回でね普通に AP の火力上げてもねいいですね。はい、でここであと2隻ですね、もうどんどん行きましょう。さあエマ君の中にね巡洋艦とグラフシペですねいるんで、うん、どんどん接近していきましょう。さあ航空スポットで見つかってしまってるんで一方的に撃たれてますね。まあただ煙幕内のちょっとじゃあ射撃地点を見て一応反撃していきましょうか。はい、そこですね。まあただこれはねそれほど効果的な反撃には基本的にならないんで、うん、前方に魚雷を確認、左舷から魚雷が接近中よ。まあ、ただそろそろ追い詰めていけるかな。グラシペは見えましたね。さあそろそろ出てきた。よしで、あーこっち向かってきますね。これはちょ近接雷撃、うん、これは逆にでグラシペが横見しているんで撃とう。ああでもいやフィジカル撃った方がいいか。うーん、さあやばい、フィジーはこれはでも魚雷攻撃してくるぞ。装填はね普通なんで、まあ一気に前進してこっちも魚雷回避に入りましょうか。おお、味方がナイス削りですが仕留めきれないんで OK ですね。ただ魚雷は、ああ撃ってる、いやー2本撃ってるか。まあ食らってしまいましたがなんとか生き延びましたね。これ3本目撃たれてたら終わってましたね。まあ、一応浸水ダメージはねスキルで低くなるんですけど、まあビビたるもんなんでね。でグラフスペーカーのちょっと魚雷も怖いんで、ここはフィジーの船体を一応縦、おお来てる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 いやどっちにしろ当たんなかったけど、うん、どっちにしろ当たりませんでしたね。まあ今のはかなり、うん、個人的にはうまくいったかなと期待したんですけど、うん、まあ今のはまあ結局は当たりませんでしたね。さあグラフシペね、ラスト1なんでとどめ刺しに行きましょう。まあ、AP なんでね十分、いやーでもちょっとな本当に上に当たってしまって過貫通になりやすいな。喫水線をね狙っていきたいんですけど、まあ、なかなか難しいですね。まあでこれはまあ味方が、うん、削りきれるかな。まあスキル構成はねいろいろあると思いますけど、うん、まあ、ダンケルクはね装填特化でも全然面白いと思うんで、
いろんな構成がねできるかなと思いますね。はい、というわけでね、まあ、最後ちょっと魚雷食らって危なかったですけど、まあ、なんとかね生き延びましたね。うん、まあ、ダンケルクのね艦長も、あ、そういえばやべ、2つ目の装填を強化するスキル、あ、再装填っていうかその弾子切り替えするスキル全然使いませんでしたね。まあ駆逐艦にね遭遇しなかったんで、まあ、そもそも使いどころはなかったですね。うん、まあ、もうちょっとね、あの駆逐艦との不意の遭遇とかがあったりとかしたら、まあ、AP からね H に切り替えてたかもしれないんで、ちょっとその辺のね有効性は、うん、まだわからないですね。まあ、もうちょっとね、乗って、まあ、実際ね駆逐艦に使ってみないとちょっと微妙ですね。まだ、今回は使えませんでしたけど、まあ、いずれね使っていきたいとは思いますね。はい、それでは今回はダンケルク、アズレの、ね、ダンケルク使ってみました。ご視聴ありがとうございました。